完成しました。キューちゃんがまだ小さい時に使ってたベビーゲージをこのように組み立てて使ってますね。以前までこう気になっていたあのケージの高さっていうのもこれで解消されたので、下からねちゃんとこうモルモットがこれで観察できるようになりましたね。これは嬉しい。なんだか2人の生き生きとした姿がこれで撮れる気がしますね。これからね、今ね、あの一番端っこに置いてあるあれは新しく、高難で買ったんですけど、ちょっとね登ってくれるかな、下にの潜り込めるかなと思ってあそこを作ったんだけどね、ちょっと2人にはもしかしたら狭いかも。ルリは絶対に入れない。どうしても男の子モルちゃんは発情期があるので、その時にねどうしても凶暴化しやすいんで、こういう風にゲートをつけてあげて安全性を確保しました。ここも開閉できるようになっているので、お掃除の時はここを開けて自分たちで出られるようにもしてあるので、これでね自主性も保てるかなと思います。これからちょっとお掃除がねどんな風になるのかまだ勝手がわからないんですけど、自分たちがやりやすい方法を見つけながら使っていこうと思います。それでは今日も見ていただきありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録、そして TikTok と Instagram もやってますので、そちらもぜひご覧ください。それではバイバーイ。こっちおいで、キュンキュン、ルリ呼んで、キュンキュンのこと。